On the ice, representing Russia, Yekaterina Gordieva and Sergei Grinko. さあ、テクニカルプログラム第1位、エカテリーナ・ゴルデーワ、セルゲイ・グリンコフ、ロシアのペア、6年ぶりの金メダルを狙います。ダブルアクセル、高いです。そして軽快さが売り物、ゴルデーワ・グリンコフ組。あー、距離があります。ピアノソナタ月光、ちょっとぐらついたが、
ロシア金メダルを狙うエカテリーナ・ゴルデーワ、セルゲイ・グリンコフ。88年カルガリーオリンピックの後、90年に引退して3年間プロとして活躍を続けています。世界選手権でも4回の優勝があります。3年前に結婚したこの夫婦のペア、一昨年の秋には娘さんも生まれました、ダリアちゃんです。さあ、前に演技を終わりました同じロシアのプロ、ミシュテノク・ドミトリエフ組との比較ということになりますが、この後の評価、激戦です。このツイストの高さ、きっちりと女性を支えて下ろしています。プロとしてのゆとりといいますか、演技全体にあふれる、そうした余裕を感じました。1月にヨーロッパ選手権コペンハーゲンで行われました。4年ぶりの優勝をしたんですが、その時このフリーの芸術点で 6.0 の満点が4人出ました。今日の演技ではちょっとぐらついたりという部分はありましたが、果たして評価はどうでしょう。6年前のオリンピック優勝は16歳と21歳というジュニア選手権に優勝して、その勢いを買って同じシーズンのオリンピック金メダルでした。さあ、得点が楽しみです。テクニカルメリットが出ました。 5.9 と8。ミシュテノク・ドミトリエフ組をこのテクニカルメリットで上回りました。そしてこの後アーティスティックインプレッションは果たしてどうか。 5.9 が並んで、ロシアのジャッジは6点も出しました。これで1位、エカテリーナ・ゴルデーワ、セルゲイ・グリンコフ、これで1位。この後の一組、ロシア、シシコーはナウモフを残していますが、テクニカルプログラムの成績からいってこれで金メダル確定。